どうもこんにちは。佐藤だけなのか自然妊娠の7選手に期待謎解き特番第2弾ゲスト発表というのがあるんですね。8月9日夜8時から、佐藤健千鳥のぶこの謎を解いての第2弾を放送を佐藤健と千鳥のぶとの謎解きに挑むゲストが発表されたわね。まあ1回目はね正月にあったんですけどね、それで、リベンジさせてくれと佐藤健くんが言って、それが今回またそのリベンジマッチということで、この特番がやることになったと。でその時に出たゲストが、一新されてるんですよね。別な人たちですね。一人目のゲストは実力派俳優の山田裕貴くんですね。山田裕貴くんで、たけるくんとのぶさんとも、プライベートでも親交のある山田。謎解き初心者。体を動かすことには、僕に任せてもらえればと、気合を見せると。で、これはバラエティ、お笑い要員として、二人目はバラエティ番組引っ張りだこの、霜降り明星のせいやと。新エージェントに任命されまして命を懸けますと、独自の世界観で気合は十分、収録後本当に命の危険があったというのが一体彼の未来に何が起こったのかということですね。三人目は、これ前バッサーだったところが、乃木坂の、元乃木坂になったのか、卒業したか。で、女優としての活躍が目覚まし、西野七瀬と。プライベートでも謎解きが大好きという西野は謎解きの問題集を大量に購入し、自分で解いてきたと話し、今回の参加にかなり意気込みを見せる。芸能界随一の謎解き王の佐藤もガチ勢です。目を見れば分かると大きな期待を西野七瀬に寄せると。まあ、そういうことで、とりあえず、絶対これはね、バッサーの時もそうだったんですけど、佐藤健くんとまた西野七瀬さんがね、佐藤健がお気に入りみたいな感じでね、また、なんかしらこう恋愛関係の話題になるのかなと思ってるんで、相性を占ってみますよ、一応。相性を占ってみるんですが、ね、その前にあれですよね、西野七瀬さんって、この人って、流星くんとね、噂ありましたよね。あなたの番ですで、こういう共演したからかな。で、そのあたりからずっと、ね、横浜流星くんと噂はあるんですけど、たけるくんとどうなのかっていうのを、ちょっと見てみますよ。基本的に、この、たけるくんと西野七瀬ちゃんの持ってる星っていうのは、相性めちゃくちゃいい星、関係なんですよね。で、たけるくん自体の星が、大体合う人が多い。で、西野七瀬ちゃんの星も、合う人が多いって感じですね。西野七瀬さんと僕が持ってる星が同じなんで、なんとなく合う人が多い感じですかね。恋愛運、カップル運とかを見ると、二人ともね、積極性は薄いんですよ。二人が持ってる星は。たけるくんにしても、西野さんにしても、奥手同士なんですよね。だから、恋愛に発展するのがめちゃくちゃ遅いですよね。だから、たった一回だけの、特番だと、恋愛には発展しがたいですよね。めちゃくちゃ時間かかるので、一回きりだとそんなに深くというか、めちゃくちゃ仲いいかにはなりづらいですよね。ただこの2人の星持ってる星の相性の良さってのは仲良くなってからなんですよね。仲良くなるとめちゃくちゃ信用し合うっていう特性がある星なので、でお互い真面目なんですよね。真面目なので共通のね、嫌な感じが2人ともあまりない、ポジティブな面が揃いやすい星なので、めっちゃ仲良くなったら深くなれるって星ですかね。とにかく、たけるくんの元の人はマメなんですよね。女性とか、人に対してはマメなので、そういう部分に対して、相手の人は、惚れやすいっていうんですかね。こう、ありがたく思いやすいっていうところなんですよね。ただ、西野さんの持ってる星は、愛情表現がやっぱ下手なので、付き合っても、淡白、みたいな。感じが、そこをどう受け取れるかなっていうところですかね。じゃあ、お仕事ね、一緒に謎解きをするんで、仕事の相性なんですけど、仕事の相性はめちゃくちゃいいんですよね。お互いに補える、ない部分とか、不足しているところを補えるっていうところなので、すごくいいです。で、今回の場合は、
まあ、どっちが上下ってなると、やっぱ武尊くんの方がね、レギュラーというか、リーダーみたいな感じで挑む謎解きじゃないですか。だから、武尊くんが上司って考えると、武尊くんが上司の場合は、そもそもその、七瀬さん、西野さんが持ってる星は、まあ僕も持ってる星も同じなんですけど、プライド長いんですよ、ちょっと、多少。そのプライドが傷つくことが嫌なんですよね。そこをプライドを傷つかないようにうまくうまく回していけるのがタケル君が持ってる星の特性なので、やりやすいですよ。うん。お仕事は一緒に。うん。だから、そうなると成果が上げやすいっていうんですかね。うまく自分のパフォーマンスをうまくやれるっていうところがあるので、なんですか、収録自体はものすごくいい収録になると思います。タケル君がすごく引き出してくれるっていうような感じになると思うんですよね。撮影自体、謎解きを一緒に取り組むっていう面においては、とてもいいパフォーマンスを見せてくれるんじゃないかなと。まあ、収録も終わってるんですもんね。多分相当面白い感じに仕上がってるんじゃないかなと思いますね。もう出し切れてるんじゃないかなと思いますよ。西野さんの方が。で、タケル君はそれをうまく引き出してあげたんじゃないかなと思います。そんな感じですかね。この番組ね、ちょっと楽しみですね。ということで、